私の名前は伊集院茂雄。罪なき者の涙を救い上げ、法から逃れる外道に無法の裁きを下す者だ。世の中には借金などを肩に自らの罪を他人になすりつける輩がいる。お前さ、借金返せないなら死ぬか、15年ほど臭い飯を食うか、どっちがいい？刑務所に行きます。そう、殺人などで身代わりを出す反社会の人間だ。ではそんな奴らが人生を謳歌し、遺族は泣き寝入りなのか？お前はお利口だ。命あってのものだねだからな。お前のものだねは終わりだがな。そんなことは断じてない。なぜならこの私が深淵から見ているから。そして司法が裁かぬなら無法の断罪を受けるべきだろう。半年熟成の糞尿です。苦しんで死にましょう。すいません、自首します。臭い飯を食う姿がよく似合うじゃねえか。下道に極限の攻めくをプレゼントする。それが我々拷問ソムリエの使命なのだ。背負ったその豪ゆえか、私のもとには胸に黒い炎を宿した者たちが訪れる。どうぞおかけください。ご用件をお伺いしましょう。はい。今回の依頼者は人の良さそうな柔和な面持ちの男性だ。しかし彼から感じる雰囲気には外見のような愛嬌さは欠片もない。私の娘を無残に殺したゲスを地獄の底に叩き込んでほしいのです。その理由は瞳の奥で抑えた憎悪が危険な光を放っているからだろう。依頼者はババと名乗った。定期メンテナンスが終わりました。これがチェック表です。お疲れ様。彼は中堅企業でシステムエンジニアをしており、充実した人生だったという。そんな彼には何よりも買い難い宝物があった。おかえり、お父さん。ご飯作っておいたよ。アキコ、帰ってたのか。サプライズ。それが当時大学1年生だった一人娘のアキコさんだ。とても心配だったが、将来のためと思い一人暮らしもさせていた。新生活の方はどうだ？パパがいないとちょっと寂しいけど、大学は楽しい。娘さんは依頼者の生きがいそのものだった。依頼者は病気で早くに妻と死別していた。アキコのことは心配するな。俺が立派に育てるから。ママ、ねんねしてるの？娘を必ず立派に、そして幸せにしてみせる。それは亡き妻と交わした最後の約束。困ったことがあったら何でも言うんだぞ。父さんが何とかしてやる。大丈夫だよ。お父さん過保護すぎ。男で一つで育ててきた大切な一人娘。娘が成人するまであと1年。京子、アキコも来年成人式だぞ。依頼者は父親の役目の終わりを感じていた。しかし彼が娘の晴れ姿を見ることはなかった。もしもし、ババですが。私は天井警察署の者です。ババアキコさんのご家族の方ですか？その教報を運んできたのは警察からの電話だった。実はアキコさんの部屋で火事があり、娘さんが犠牲になったようなのです。あ、なんだと？警察からの知らせに依頼者はすぐさま警察署へ飛んでいった。嘘だ、そんな嘘だ。息を切り警察署へ駆け込んだ依頼者を待っていたのは変わり果てた娘さんだった。アキコ、アキコ。アキコさんは火に巻かれたために体の多くが焼け焦げていたという。娘さんは刃物で胸を一突きにされてました。そして男からの乱暴も。そんなバカな。マナ娘は何者かに恥ずかしめられ、その上で殺されたのだ。それからのことは依頼者自身あまり覚えていないという。この度はお悔やみ申し上げます。はあ。ただ娘さんを葬ったことはかろうじて記憶に残っているそうだ。生ける屍同然の彼だったが、事件の報道を聞いて正気を取り戻すことになる。被害者は空流街のピンク嬢として働いており、それによる地上のもつれが原因かと。あ、違うだろうが。もっともその原因は怒りだったが、もちろん秋子さんは夜の仕事などしていない。こんなデマを流してどういうつもりなんだ。我々も綿密な取材を。ならその情報はどこからだ。死んだ娘に対する誤った情報に依頼者は怒髪点をつく勢いで怒り狂った。聞けば秋子さんがピンク嬢という情報は警察が漏らしたという。どういうつもりだ。警察が被害者を踏みつけるのか。まあまあ、ただいま事実を確認していますので。情報ソースは曖昧で依頼者は警察すらも信用できなくなった。マスコミは無遠慮に踏み込んでくる。どいつもこいつもなぜ娘を貶める。それから半年、警察から犯人確保の連絡は来なかった。アキコ。放火による証拠隠滅が捜査難航の理由だと。元より期待などしてはいない。ならば自分で見つけるだけだ。
犯人を追うために彼がしたのは空流街の闇社会に飛び込むことだった。殺された娘がこの町でピンク城をしていたと報道が。もし何か分かれば。ああ、何か掴んだら連絡する。世に出回っていない事件の情報を掴むにはこれしかないと踏んだのだ。地べたを這いずり回ること3ヶ月。そしてついにこの事件のキーマンと接触する。あんた娘さんの仇を探してるらしいな。はい、見つけられるなら全財産を差し出します。守るものは何もない。その男とは空流街を島とする阿毛組の小峠カブト。気合の入ったいい目だ。あんた死ぬ覚悟か。はい、犯人と差し違えたとしても一片の後悔はありません。視線をくぐり続けた小峠の眼光にすら依頼者は一切ひるむことはない。いいだろう、なら教えてやる。今阿毛組もその男の周辺を洗っていたからな。本当ですか？ぜひ教えてください。ただあまりに悲惨な話だ、覚悟しろ。裏社会の情報は裏社会の人間のみが知る。あんたの娘をやった犯人はおそらく加納辰巳。女を凌辱し放火を繰り返しているクズだ。この男が明子。小峠はその犯人に心当たりがあったのだ。加納は前科者で刑務所から出て間もなかった。9年働いて20万かよ。刑務所も仕方んな。服役中の刑務作業の賃金も夜の街であっという間に溶かしてしまった。そして食うに困った奴が取った手段は空き巣と強盗だった。お金ちょうだい、その分楽しませてあげる。もともとそれで服役していたにもかかわらずだ。加納は女性をターゲットに次々と犯行を重ねた。現玉持ってる奴が少ねえな。金を引き出すのは面倒なのによ。奴が行った犯罪の件数は10件以上。メイドの土産に他の女の装飾品。捜査かく乱のため他の被害者の遺品をばらまき火を放つという。そして明子さんに対しては奴は金品を奪った上に凌辱し。調子に乗んなよこのクサムグ。お父さん助けて。さらには抵抗したことに腹を立てて彼女の胸を包丁で数回刺して殺害。何がお父さんだ。ガキがずり乗るからこうなるんだよ。例のごとく犯行を隠すために彼女の遺体に火を放ち別の女性の遺品をばらまいたのだ。小峠の言葉を聞き終えた時依頼者の視界は怒りで真っ赤に染まったという。その加納はどこにいるか分かりますか？知ってどうするつもりだ。知れたこと、娘の仇を取る。彼の頭の中を占めるのは復讐だけだった。奴はゴロツキどもにかくまわれてる。あんたが言っても帰り討ちに会うだけだ。そんなのをやってみなければわからん。小峠が止めるも当然ながら依頼者は納得しない。しかし彼に小峠はこう言った。あんたみたいな人がいるなら阿毛組は引いても構わない。代わりに復讐を代行してくれる怖い人を紹介しよう。あなたが怖いなんて、ぜひお願いしたい。ああ、救いの神であり地獄の鬼でもある。とんでもねえ人だ。こうして彼は私の元へやってきたのだ。全てを語り終えると彼は床にひざまずいて深々と頭を下げた。他人に頼むことじゃないのは百も承知です。それでも私にはあなたしか頼る人がいない。馬場さん、アキコは私の全てだった。あの子を幸せにすることが生きる意味だったんだ。それをクソ野郎に好き勝手されて名誉まで傷つけられた。こんなことがあっていいのか。彼の心にはすでに鬼が住んでいたのだろう。その声はまさに帰国というべきものだった。この震える手を振り払うことなど私にはできない。あなたの恨みと嘆き私がお預かりします。どうかお願いします。彼らの手を怪我させないこともまた拷問ソムリエの大切な使命なのだ。獣のように欲望の赴くまま他者を貪る外道が人の法は貴様には上等すぎる。その心根通り害獣としてこの移住員が処理してやろう。私の狩りから逃れられる者はいない。煉獄の豪華で貴様を焼き払う。加納の居場所についてはこの男に聞くのが早いだろう。カブトすまんな、時間を取らせてしまって。いえ、むしろ加納の粛清を引き受けていただき感謝しております。うん、いい顔になった。随分と修羅場をくぐってきたようだな。加納ですが、ギャンブルで一山当てたようで今は空流街の高層マンションに住んでいます。ゲスには似合わんな。奴らの住処は薄暗い地の底か地獄と相場は決まっているだろう。加えて派遣型のピンク店ルージュの常連だと。なるほど、情報感謝する。
時に兜、京極組と戦争状態にあるらしいな。情報屋から聞いた。あ、いえ、そんな、全然そんなことはありません。小競り合いに毛が生えたあれです。この様子から見るに相当な戦いか。もしも一般の人々に迷惑をかけたなら、この移住医、容赦はせん。わかりました。とはいえ、今回はありがとう。裏社会の輩には睨みが必要ではあるが、この男に私は借りばかりだな。そのような流れで今回エマに協力を依頼した。随分といい場所に住んでいるわね。ああ、強盗した金でギャンブルを当てたらしい。なるほど、死ぬべきね。彼女にピンク嬢を演じてもらうためだ。彼女に頼んだのには理由がある。ルージからやってきました。あれ、いつもより早えな。あとお前、指名のカレンと違うじゃねえか。あれ、指名の配置ミスかしら。すいません、戻ります。待て、お前でいい。入れ。その美しさゆえバカがこうなることを読んだわけだ。部屋の呼び鈴を鳴らすと加納はすぐに下びた顔を見せる。お前、これから指名するからな。ありがとう。でもあなたはエンマの使いからご指名みたい。下道さんロックオンです。え、なんだてめえ。下道をボッコボコにします。オプションの馬乗りよ、よかったわね。助手と仲間が有能で助かる。こうして加納を無力化し確保した。そして我々は加納を拷問室へと運び込んだ。先生、あの方が到着されたみたいです。もう着いたか。ではバカを起こすとしよう。今日は特殊拷問用のスペシャルゲストを呼んである。協力者を待たせるのは忍びないからな。私は拳を固めると加納のたるんだ腹に押し当てる。うん、うわ。そして寸打で溝落ちを射抜いた。これは中国拳法の技術の一つだ。途端に吐砂物を撒き散らしながら悶絶する加納。この後に及んで高いびきとはいいご身分だな。手荒な起こし方になってしまったが、下道の寝顔が不愉快だったので仕方ない。徒労に終わると分かっていてもこれを聞くのが私のポリシーだ。我欲のままに奪い傷つけ、さらには多くの女性を殺したな。それがなんだよ。貴様は被害者やその家族に申し訳ないと思わんのか。さて、奴の心に贖罪の気持ちはあるか。生きるためにやったんだよ。何が悪い。何、法律にもあんだろ。あれだ、生存権で奴だ。生きるためならいいんだよ。ヘドが出る論理。他人の生存権を奪っている自覚すらないのか。自分のエゴをむき出しにするなら私も容赦はせん。貴様の力を貸してもらうぞ。いへ。ヒュー、怖い怖い。やっと私の出番ですね、移住院の旦那。私の土器を刺して入ってきたのは着流し姿の若い男だ。奴は虫屋の利兵といい、国内では調達困難な虫を飼育販売している男だ。久しぶりだな利兵。注文した虫は揃っているか。ええ、旦那の頼みだ。特別生きのいいやつを揃えましたよ。そう言って利兵は持っていた虫かごのうち一つを私に手渡した。受け取った虫かごを私は加納の前に持っていく。おい、これがなんだかわかるか。クモ、なんだよその数。カゴの中でうごめく無数の雲を恐れる可能。ほう、下道でも生理的嫌悪はあるのか。そうしているうちにルカワが可能の頭に専用の容器をかぶせた。死のフェイスシールドです。何をする気だ。もちろんこうするんだ。私はその器に向けてカゴの中の雲をすべてぶちまける。そうして蓋を閉めてやれば雲たちは外敵とみなした可能の顔をかじり始める。やめて。今日はムツメスナグモに木登りジョウゴグモなど強力なものを揃えています。どれも体の壊死や心臓麻痺など人間を殺めることができる猛毒揃いだ。クモの毒は強烈で10分もすれば加納の顔は黒く染まり始める。なんでですね。俺が悪かった。激痛と生理的なきつさ、いい攻めくだ。そして苦しみに耐えられない奴は血泡を飛ばしながら命乞いを口にする。クモも生きるためにやってるんだ。お前を溶かして食うためにな。生きるためなら奪っていいとはお前の言だ。口にした以上はけじめをつけろ。顔が壊死し体に毒が回る痛みと恐怖、存分に味わって死んでゆけ。それから2時間ほどで加納の息の根は止まった。さすがは利兵の虫、素晴らしい成果だ。そう言ってもらえれば来た甲斐があります。よしよし、偉いもの食わされたな。
可愛い虫にくだらぬ下道をかじらせたのだ。料金は色をつけてやらねばな。こうして今回の依頼は終わった。家族すべてを失う絶望は計り知れない。でも生きてさえいればきっと何かをつかめる。この結果報告が依頼者の歩き出す力となることを今は祈ろう。そんな我々拷問ソムリエチームがグッズになりました。記念すべき初回は伊集院先生の仲間たち下道をガチ拷問でほふります。アクリルスタンド、拷問ソムリエのお友達シリーズ、アクリルキーホルダー、下道を拷問させていただきます。今回は私ルカワが全グッズ責任を持って監修させていただいております。オンラインショップで絶賛発売中。詳しくは概要欄へどうぞ。では僕は転売ヤーの膝を壊してきます。